ばんは。皆さん、こんばんは。朝ぶりだね。お疲れ様でーす。こんばんは。眠くないよ。なんかずっと目が冴えてます。藤正さん、ジャボテンさん、タジさん、365日の幸せさん、ヒロシ DKK さん、ユキハさん、フミットさん、リフトさん、ソリオさん、ギフトありがとう、ひなたさん、ズーミーさん、トゥブさん、ザンタクさん、ギフトありがとう。こんばんは。やる気スイッチがね、入ってますね。あんちゃん、けいいちさん、ギフトありがとうございます。今日はいろいろ作業してました。携帯ずっと触っていろいろやってました。携帯とにらめっこです。ほとんどの社会人の方はパソコンとにらめっこだと思うんですけど、私のお仕事は携帯とにらめっこです。ファンクラブにもうちょっとで上がると思うんですけど、でも今日の夜は多分上がんないかな。明日に上がるのかなって感じなので、すいません遅くなって。でもいっぱい更新される予定なので楽しみにしててください。ブログと動画と、あと写真も更新しようと思っているので、月末ですが明日、明後日、しあさってまでちょっと気長に待っていてください。お願いします。つぶさん、ジャボテンさん、泥団子さん、吉川さん、のぶーやでさん、クロプリさん、あっちゃさん、ハルキングさん、ジャワパンさん、カズーイさん、キノコノカパパさん、カタカナンタカさん、クロプリさん、オトさん、ギフトありがとうございます。そうですね、まだ加入されてない方、私のファンクラブにまだ入ってない方は間に合います。2月1日に入ったらいっぱい見られるので、今ファンクラブに入ってる方はやめないでください。まだファンクラブに入ってない方はぜひ入ってください。
ファンクラブの加入をおすすめするために2月に更新するわけではなくって、なんかもともと月末に上げようとしてたんですけど、今日ね、今日に上げようとしてたんですけど間に合わなかったので、もし月単位で更新されてる方は退会しないでください年間会員の方はそのままステイで、そのままステイ with me で、Please wait, stay with me. 年間です。お、ありがとうございます。つぐさん、宮口ひろしさん、たかゆうさん、まなぶんさん、ジョンドーさん、くじますさん、はるきんぐさん、なるせさん、どろだんごさん、つぶさん、ギフトありがとう。こんばんは。今日はやっぱり朝天気予報を見た通り広島は雨でした。なんか霧吹きかけられてるかなって感じの雨だった。ザーザー降りじゃなくて、なんか横からずっとシュッ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 ってされてるような雨で、すごいなんか霧吹きかなって思った。ね、ソロイベントの予定が気になりますよね。まだ何も聞いてなくて、2月末になるのかな、やるとしたら。そう、あ、そうなんですか。皆さんの地域も霧吹きの雨でしたか。霧吹きの雨にやられて、前髪がもうと散らかっています。散らかってます。Oh my god, stress.ちょっと明日ってか今聞いてみようかな。ちょっと今からソロイベントはいつ頃が目安なのか聞いてみますね。
リアンさん、アヒルさん、ギフトありがとうございます。ミキヤくん、ヒゲメガネさん、まさきさん、ギフトありがとう。こんばんは。今日も一日お疲れ様でした。朝配信したけど夜配信も来てくれてありがとうございます。来てくれてる方、ひげめがねさん、ギフトありがとう。こんばんは。おつね、ソロイベント急に決まって来れなかったら大変。まさきさん、ギフトありがとう。朝配信逆に寝落ちしてましたじゃあ私の方が今日は朝にちょっとだけ強かったから勝利しゅんちゃん、神ギフトありがとうございます。今日はおはようからお休みまでみんなとやり取りができますね。こんばんは。りゅうちゃん、ギフトありがとうございます。うん、今聞きました。そしたら確定していないみたいですってきた。とのことです皆さん。平日か週末なのかで、まあ確かにそうですよね。平日になるか土日になるか、それも結構重要なので。でもそれも分からないってことか、まだ確定してないってこと。日付が決まってないってことだよね絶対。でもね、内容はどういうことしたいですかっていうのは、アンケートに答えたんで、内容はある程度自分の中でこういうことやろうかなっていうのは固めてて、まあ、でもそれも答えただけなので、それがちゃんとこう運営さん側が OK サインが出てできるのかはそれはまだ分かんないです。でも自分の中でこういうことしたら楽しいかなっていうのは案は送っているので、まあ、一応自分の中ではある程度やりたいこととかはもう決まってます。あ、ちなみになんですけど、人狼ゲームと椅子取りゲーム、椅子取りゲームじゃない間違えたあの人狼ゲームとシャトルランとあとドミノ倒しはちょっとごめんなさい、なしになりました。それはもう絶対にやりませんので。人狼ゲームはちょっと結構ギリギリまで考えたんですけど、ちょっとなしになったので、はい、大変話を大きくしてしまい申し訳ございませんでした。まっさらです。はい、そういった案はもう忘れ去ってください。はい、もう私提案すらもしておりません。はい、もう記憶から消してください。というわけで、新しくね、私の中でやりたいことをきちんとこう考えて、それを衣装とかこれが着たいとかねってアンケート答えてるので、シャトルラン、ドミノ倒し、人狼ゲーム、ちょっと一旦もう全部忘れて構いません。はい、人狼ゲームのルールを覚えないととか、シャトルランで走るジャージを買わないととか、ドミノ倒しでプレッシャーに耐えないととか、もうそんなこと
思わなくて、もう記憶を消してください。はい、大丈夫です、叶いません。そんな心配はいりません、大丈夫です。申し訳ございませんでした。キヨさん、ヒゲメガネさん、ケイチさん、クジマサさん、タカユウさん、アンちゃん、ボブさん、ギフトありがとう、ハイキーさん、ハルキングさん、レフタさん、セイちゃん、カタカナのタカさん、タカシンさん、リュウちゃん、ギフトありがとう、ケンケンさん、鬼リピギフトありがとう、かわいい鬼リピギフトありがとう。もう忘れてた？それはそれで早いな。イルロスさん、ギフトありがとうございます。最近ね、そのいろいろ手続きの面で、あ、これすごいプライベートな話なんですけど、いろんな手続きの件でなんかね、あれやこれやとこう動き回ってて、もう頭がこんがらがってます。今これが必要で、あれが必要ではなくてみたいな。ああ、そうなんです。うわ、頭使ったらさ、動いてないけどさ、お腹すくよね。なんか学生の頃をちょっと思い出した。頭使って体は全く運動してないのにお腹が空いて甘いものが食べたくなってみたいな。甘いものを欲して運動しないから糖分だけ取って太る的な、良くない悪循環です。みはひなさん、ピーナッツありがとう、ゆめちゃん、ココアありがとう、 NKQ さん、ジャボテンさん、イルロサさん、ギフトありがとう。ね、頭使ったら糖分欲しくなるよね。ひげめがねさん、まなぶんさん、ギフトありがとうございます。ぶんちゃん、かわいいギフトありがとう。私が学生の時によく食べてたのはアルフォートです。だいたいアルフォートで、あとは何食べてた、なんかもうアルフォートの記憶しかない。勉強するとき、まあ、そんな勉強してきてないけど、でもまあ一応頑張ってた瞬間もあるので、頑張ってた時期もあるので、その時期はいつもアルフォートを片手に持ってたように思います。片手っていうか、なんか見えるところに置いてた。常にあった。アルフォート美味しくない？私大好きなんだけど。ヨシポンさん、キノコのカパパさん、カンさん、ハルキングさん、ギフトありがとう。美味しいよね。私は青色の方が好きです。みんなの好きなお菓子ありますか？私ね、チョコにクッキーついてるお菓子めっちゃ好き。
チョコにグミとか、チョコにポテチとかさ、あるじゃないですか。え、チョコクッキーとか、そういうの結構好きです。ルマンド？ルマンド、私のお父さんと一緒ですね。私のお父さんルマンド好きですよ。あ、サシャ美味しいよね。ていうか私結構チョコのお菓子好きかも。ベビースターのでかいやつ？あ、お姉ちゃんがベビースター好きなのでお姉ちゃんと一緒ですね。グミは好きですか？グミ。グミ。私ペタグミが好きで、でもペタグミって、ペタグミっていうあのグミの商品があるんですけど、あれペタググミっていうのをこの間初めて知って、ペタグミってずっと思ってたんですよ。そしたらなんかある日こう見てたら、あれ？ペタグの後ろに棒線がついてると思って、そう、平べったいグミです。初めて気づきました。で、あとね、あれも知ってますか？渦巻きソフトっていうさ、あのソフトクリームのバニラとか、バニラとチョコとか、チョコのなんかソフトクリームが箱に入ってあるアイス、ソフトクリームあるじゃないですか。あれうますぎソフトになってるんですよ今。知ってる？私この間スーパーで見かけました。だからあのそのペタググミも、最初ペタグミだと、その最初ペタグミでペタグーグミになったのかなって思ったら、ただ単にあのペタ、私がペタグミって見間違えてただけでした。でもその渦巻きソフトはうますぎソフトになってるんですよ。もしスーパーで見かけたら見てください。それは変わってるらしい、本当に。藤正さん、ワッキーさん、カタカナのタカさん、ジャボテンさん、ウミガメさん、ウリンちゃん、ヨシポンさん、ギフトありがとう。ハルキングさん、ギフトありがとうございます。あ、スリッパが見える。私のいつも使ってるスリッパが、なんか画面が暗いかも。そうでもないかな。スリッパ。キヨさん、ベネラナさん、ギフトありがとう。ヒゲメガネさん、ワッキーさん、ギフトありがとう。なってた。印刷ミスじゃなかった。ケイチさん、ギフトありがとう。うん。確定して、ソロイベント確定してないみたいだけど、ごめんちょっと話戻るけど。
あのソロイベント確定してないみたいだけど2月中とは限りませんかって聞いたら確認してみますって言われました。めっちゃリアルタイムだそうです。確認中。確認 now。 おとさんギフトありがとう。確認 now です。お話し会決済忘れずに。あ、お話し会決済今日までです。お忘れなきようお願いします。あの再販の分の再販の分のお支払いが今日までとなっております。なんか変更してた、変更したみたいなので前の情報と、まあ、そのお知らせが皆さんの目にも届いているかと思うんです。ね、あの元にも届いてると思うんですけど、今日の23時59分までなので決済お忘れなく。大事。うりんちゃんギフトありがとう。人手が少ない、え、どうなんだろうね、わかんないです。それはちょっともう、そう、それ以上答えられません。初ファンクラブイベント絶対行きたい。待ってるね、嬉しい。久々だけど現地、あ、お話し会取りました、ありがとう。BLT が明日セブンイレブンに届きます。お、そう、私さ今日またさ違う本屋さんに行ったんですよ。そしたらやっぱ在庫検索したらなかったから、広島はじゃあ2月1日だ、おとなしく待ってよと思ってもう家に帰りました。まだでした。どこも置いてないんですよ。早く見たいな。今日受け取ってきました。おー、 BLT BLT バーリバーリーラブリー Thisペーパー。 BLT って何の略ですかね。BLT ビューティフルレディ&トレビジョンだって。ベーコンレタストマトは、それはあれですね、 BLT サンドですね。それはちょっと違いますね、残念。エールエール栄冠の本屋さんにはあったよ。え、待って、そうなんですか。なんだって。でももうあのおとなしく明日になるのを待ちます。 BLTマサクサさんギフトありがとう。こんばんは。でもさ、自分の雑誌ってさ、なんかもらえるものだと私思ってたんですよ、結構今までなんか出た時とか。でも
自分で買わないともらえないんですよ切ない。いや、言ったらもらえるんですかね。ウミガメさん、クマありがとうございます。わかんない、聞いたことないから、私が聞かない、聞いたことないからかな、聞いてみます。でもなんか出たものってこう自動的に、はいこれ載ってるやつだよってもらえるものだと思ってたんですよ、聞かなくてもね。でもこの何年間もそういえば私聞いたことないなと思って、うん、そう、聞かなくてももらえるってすごいこう受け身だったから良くなかったのかなと思って。ウミガメさん、クマちゃんありがとう。ポクレンパサランさん、ギフトありがとうございます。タクキャプテンは自分で40冊買ってた。すごいすごいお金持ちですね。と聞いてみます、今度。くじまささん、ピーナッツありがとう。アイコーピーナッツ普通。わあ、間違えた。やばい。全然違う人にメッセージ送りよった。危ない。消しました。ハルキングさん、しゅんちゃんさん、まさきさん、ともさん、くじまさん、ギフトありがとう。やっぱさ、LINE 送信取り、メッセージ取り消しができるようになってだいぶ楽になったよね。前はさ、なんかあ、これ消したいのになって思っても消せなかったから、なんかその時にこれ間違いですってわざわざそれを、その間違いのメッセージに追記でこれは違います言ってたけど、今はこれは消そうってなってピッて消せるじゃないですか。すごい楽、だいぶ楽になったなと思って。昔は消せなかったから。こんばんは。うん、消されたら何送ったのか気になるよ。え、そうですよね。でも消さないといけないものもあるのでそれはちょっと申し訳ないですね。こうやって間違えたものとかは消さないといけないから。関さん、ハルキングさん、まさきさん、しゅんちゃん、ギフトありがとう。LINE のメッセージの取り消しはもう相手側も消えますよ。昔は自分の記録上だけで消すことはできて、相手の記録を消すことはできなかったけど、今は自分の画面でも相手の画面でもメッセージを取り消すことが可能です。いつの間にかそういう機能が生まれてました。
こんばんは。ちなみに友達に送ろうとしてた写真をちょっとスタッフさんに、スタッフさんじゃないスタッフさん、ん？スタッフさんに送ってしまいました。今いきなりふざけた人いきなりふざけ出したって思われたらちょっと怖いので消しました。中じいさん、ジョボテンさん、たけちゅんさん、ギフトありがとうございます。でもモバメはあれですよ、検閲が一旦こう挟んであるから、私が送りたいものをチェックしてそれが送られるっていう形なので、結構たまにね、私後ろに写っている人のモザイクを、顔とかのモザイクをせずにメール載せて送るっていうことが、まあ、結構ある、結構ってかまあ稀にあるんですけど、たまにその時は後ろの人をぼかしてくださいって言われますで、ああ本当だと思って一生懸命後ろの人の顔をぼやかしてますそう、だから X にあげる写真とかもぼかして後ろの人が変な感じ映ってないかなっていうのをチェックしてやってますよ。中じいさん、ハートありがとうございます。カタカナのタカさん、キラキラありがとう。今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。おつーだよー、お疲れだよそう、なんかたまにさ本当にちょ笑ったら申し訳ないぐらい、すごいこうくっきり後ろの人が、後ろのこう一般の方が映ってたりするんですよ。こうほーみたいなそのなんか顔を笑っちゃいけないんだけど、すごいなんかごめんね、このタイミングでシャッター切っちゃって、切ってしまう、シャッターをこのタイミングで切ってごめんねっていう時がある。ちゃんとぼかし、そういう時はちゃんとぼかしてるから、こんばんは。そう、なんかこう写真をこうやってさ撮ってるとするじゃん。そしたらこう後ろにいる人とかがん？みたいな、なんかしてるみたいな感じで、ちょうどこうピッて映り込んだ時の人がすごい鮮明とかの時があるので、まあその撮影する場所を考えるけど、なんか人混みの中とかだったらこうぼかしたらいいやって思って、ぼかす前は普通にこうやって撮るんですよ。そしたらんってこう映り込んでる人の顔とかがたまにちょっと面白い時があります。笑ったらダメなんだけど君、くん、こじさとさん、ベネラナさん、ギフトありがとう。汗です。実質ツーショット、それな。勝手に撮らないでください。まだそれは言われたことないな。なんか怒られたことはないですね。写真こんなところで撮らないでくださいとか
言われたことはないです。言われるに越したことないけど、言われないに越したことないか。そういえば今日は帰り道にいいものがあったので、めっちゃ値段が下がってたから買っちゃいました。でこれいくらだったんでしょう、もともと。え、1990円。わ、1990円のものを1000円オフで買いました。やったね。一回1490円に下がって最終的に990円になってますね。元の値段探ってる。え、こういうさ、なんかさ、安くなったやつのさ元の値段探らないんですか皆さん。私結構シール引っぺがします。もともと何円だったんだろうとかって。それね、関西人です。やらないの、探る派。まあ、探らない時もあるんですけど、たまにこうやって探るときあります。また値段下がってたらショックだな。元の値段調べて差額を楽しむのは関西人特有です。そうなんですか。そうなの。関西人なので私もする。待って、しないの。するよ、結構。しないこともあるけど、全部するわけじゃないけど、元の値段見るくない、なんかペリって見ないんですか。そうなんだ。ズーミンさん、まさきさん、としやさん、みーくん、こじさとさん、ベネランナさん、ガントチャートさん、ギフトありがとう。関西人じゃないけどするよ。まあ、する人はするって感じか。剥がしてまでは見ないか。そうなんだ。また下がってたらまあショックだけど、まあいや、今欲しかったから。なんかね、スマホを入れるこういうなんかやつが欲しかったので買えてよかったです。でポーチが2つついてる。こちらの商品、ピッ、100円ではございません。ウミガメさん、黒猫ミントさん、キヨさん、ズーミンさん、ギフトありがとう。これ分かる人いますか。こちらの商品、ピッ、100円ではとかやったっけ。100円ではございま、どこまで言ってたっけ。100円ではわって言ったらもう100円ではございませんになるから、100円では
ございますか。そう、ほぼ100円ショップのやつです。そう、あの100円のものかめっちゃ高額のものか。ハネルの扉懐かしい。こちらの商品100円ではございま、す。これは100円ショップです。なんかさ、驚いた顔するよねあれ。100円ではドゥンドゥンドゥンございます。ハネトビ世代ですね。黒猫ミントさん、ウミガメさん、ガントチャットさん、ギフトありがとうございます。出ますよ。羽飛びは、ね、小学校低学年の時です。スキャンして100円なら100円で、それ以外はハテナって表示されてた。そう、それです。懐かしいな。小学生の時に見てたね。テン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 。テテ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 テ。ピカルの定理、あ、なんかピカルの定理も見てたのは見てたんですけど、なんか跳ね飛び派すぎて、なんか跳ね飛び見たいなっていうなんか気持ちが強すぎて、あんまりピカル見てないな。タコスケさん、かわいいギフトありがとうございます。ミッキーマウス、なんちゃらかっちゃら、かわいい、かわいい。え、待って。ちょ、絶対出てこん、サンリオの客なのに。混ざってる、混ざってる。みんなのなんちゃら、なんとかかんとか、かわいい、かわいい。ピューロランドにミッキーマウスでは出てきれいきませんね。タコスケさん、拍手ありがとうございます。かわいいフェスティバル、ドン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 。サンリオのかわいいフェスティバル、皆さん元気出るので聞いてください。歌手ハローキティだって。かわいいフェスティバル、かわいすぎるんだけど。キティちゃんって何でもやるね。歌手もやってるよ。アーティスト活動もしてるし、本当にすごいマルチだな。トゥトゥントゥトゥントゥトゥチュチュチュ。ハローキティダニエル、かわいいかわいい。マイメロディキキララ、かわいい、かわいい。シナモン、ポンポンプリン、かわいい、かわいい。かわいいフェスティバル、トゥントゥントゥン、トゥグレルトゥルトゥルルン、チョンチョンチョン、チョグレルトゥンルトゥン、チョンチョンチョン、チョグレルトゥンルトゥンルトゥン、チョン
ちごいちごいちごリボンリボンリボンピアノピアノピアノママのアップルパイおしゃれして出かけようクッキーを手作りしようたくさんのお友達みんな I love you ワクワクしたりそわそわしたりドキドキしたりドゥン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 女の子でも男の子でもみんな一緒に歌いましょうお祝いしましょうかわいいフェスティバル世界中のすべてにありがとうお祝いしましょうかわいいフェスティバル世界中の世界の人すべてにありがとうハローキティの出来たてのポップコーンはいかキティはみんなの出来たてのポップコーンはいかが人気者わんぱく意地悪おごりんぼおの優しいキティと一緒ならつなれて優しくなっちゃうなえ、そうなんす？ふなっしー？なんだって？私は可愛いキティちゃんの声をしただけなんですけど。まさきさん、みがめさん、ギフトありがとう。できたぜ！ポップコーンもいかが？でもさ、広島の本通りにサンリオショップできたよね。あそこさ通ったらさキティちゃんのポップコーンがお店の前にあったからさあって思った歌ってるキティちゃんおるって思ったあるよねそうなんですよ広島の本通りに前は何のお店だったか忘れたけどサンリオショップができてでそのサンリオショップの入り口の右側にキティちゃんキティちゃんのポップコーンが いますのでもし広島に来られた際はお買い上げくださいなおさん、たこすけさん、ギフトありがとう。はい、はい。広島名物本通りサンリオショップのキティちゃんのポップコーンを広島名物にしよう でもまだ私入ったことない通りすがったことだけあるこんばんはビンゴビンゴあなたに巡り会えたビンゴビンゴ原宿にあるポンポンプリンのお店は行ったことある？ないです行ってみたいなって思ってたけど行ったことないですねビンゴビンゴ生まれて初めてピンときたビンゴビンゴ今日まで
ずっと濡れてるんだけど。田辺さんギフトありがとう。猿山さん、ズーミンさんギフトありがとう。愛しさのディフェンス歌いたいな。え、でも入ってないか、愛しさのディフェンス。稲妻に打たれたの For love For love。 今日もカラオケしていいですか、じゃあじゃあその前にお水飲みます。僕ジュリも入ってないんですよね、公演曲が入ってないんだよね確か。いたずらの天使の尻尾。マイテスマイテス、あジョー君、ズーミンさんギフトありがとう。スタバグラスかわいいよね、私も大好き。テス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 テキャンディー歌いたい、キャンディー、キャンディー。あれ？なかったっけ？あった。
50cc バイクでちょっとその辺まで、土曜日の昼下がり、日差しがうらら、 iPhone とでミュージーお気に入りのカエラ、嫌なことなんか全部忘れちゃえるからね。商店街走って、フリマを覗いて、知り合いに手を振って、雑誌を買って、泣き虫な子供を黙らせるように、ご褒美があればもっと頑張れると思う。文句とか愚痴は言わなくなる。 Everybody け Everybody さ、何をしようか。女の子は気分屋さん、今よりももっと楽しいことをいつも求めて、雨を探してる涙がキャンディーひとさ、ほっぺの中、幸せになれる呪文みたい。エビバリけエビバリさ、どこへ行こうか。女の子は楽天的、人生はきっとなんとかなると、いつも心で雨を歌ってるとき、ゲスト読めない。ごめんね。ごめんね。ごめんね。次。何しようかな。
可愛い曲ですね。キャンディはすごい好きな曲です。じゃあこの曲を歌います。気持ちと真逆のことを言うなんて子供じみてる。あなたに優しくされるたび冷たくしてしまうのは微笑みに自信ないから。誰にもなりたい自分がいて、どこかで見栄を張ったり嘘ついてごまかしてるよ。あなたに告白されたって、手にしたその幸せを隠すのが怖くなるから、あれこれ考えてしまうよりも恐れずに思うまま大人になりたい。愛のステージで一人きりこの胸の言葉を変えさせて、愛のステージで隠さないわ恥ずかしい
じゃあちょっと公演曲続きで。あ、やっぱりこれ歌いたい。
っちのイヤホンにしようかな。なんか歌いづらい。ドド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 ド。ドド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 。との約束を忘れたわけじゃなく、バスケの練習で遅れてしまったんだ。彼女を待たせてるからなんて言い出せやしない。青春
で一生懸命に走ることさ、ただ一つの理由は好きだから。ありがとうございます。ギフトありがとう。ギフトもありがとう。イエーイ。ペンギン聞きたい。なんペンギン、ああ、走れペンギン、いいね。いいですね。じゃあ走れペンギン歌います。
私のテープじゃん。これいつまでですか？てか走れペンギンめっちゃ久しぶり。イエーイ、ありがとうございます。あ、じゃあ久しぶりソング歌いますね。あ、タオルなんですか？ラブタオルなんだ。ラブタオルたくさん送ってください。じゃあ歌ってるとき。覚えてるかわかんない。窓ガラスに映る自分はいつしか年を取っていた。誰も彼も同じ角度でスマホ見てる日常はどこへ向かってるのだ。次の駅で降りよう、どこがどこであろうと関係ない。だってこのまま持っていたらあの一日が始まるだけだ。世界嫌だ嫌だ、任されるのは嫌だ嫌だ。そんな人生で食べるの上はつまらない。 Get off the train。意外と覚えてる。想像のつく景色が過ぎてく、止められない道。幸せとは昨日と同じ、枠から見出さないこと。この車両でよく見かける
敵もない乗客は愛を諦めたのだろう。怖がらなかったよ、きっとなんかいい側が開いたんだね。だけどあっちへ動けなくて、また窮屈で暮らしの中へ。なんて嘘だ嘘だ、走り出したよ。嘘だ嘘だ、興味も引きずり、自由とは途中にしよう。ということ Without the train。 わあ、ラブラブがいっぱい溜まってる、嬉しい。ありがとうございます、ラブタオル。え、嬉しいんだけど、思った以上に嬉しい。ありがとう。次の次で降りるか、そこに何もなくても構わない。そうだ、自分で降りてみなくちゃ、違う景色は見れられしない。次の駅で降りよう、そこがどこであろうと関係ない。だってこのまま乗っていたら、ただ一日が始まるだけだ。嫌だ嫌だ、愛されるのは嫌だ嫌だ、そんな人生決められたレールの上はつまらない。 Get off the train。 ありがとう。トゥルタタタタラララ、あー、ラブラブタオルありがとう。ちょっとみんな、もうすぐで、あ、まだまだ11時じゃなかった。11時になったら11時になったらもっと盛り上がろうと思ったけど、あと30分あった。この日常めっちゃや歌ったな。え、じゃあ平井心歌っていいですか。平井心。イエーイ。皆さん、ラブタオル回してください。いや、あの、この世の中にたくさん不安や不満を抱えていらっしゃる皆さん、私が今から平井心で代わりに爆発するので、ラブタオルやミラーボールをぜひ回してくださると嬉しいです。遮断機降りたままの果たずの踏切みたい。心を閉ざして僕もいつまで待たせるんだ。君っていつも何か言いかけて、結局言葉飲み込むよ。古着が好きなのは知らない誰かになって、本当の自分隠して演じてみたいだけ。今日の生き方も誰かのお風呂なのか、どうせまた振り回き。どうでもいいけど、どうでもよくないし、どうにでもなればいい。
毒にも薬にもならない日常はチクタクとただ繰り返す。無駄な僕たちの特権だって主張してもったいない。生産性いいがないとか大人から見れば腹立たしい。意を放棄したんだ、そして何を諦めたんだ。でもそんなにこう見えないのはなぜ。君が気になってしまうよ、あ、めんどくさい。その存在だって誰も理解できない。ネガティブネガティブネガティブくらい目をしている。そんな不器用さを守るには、僕がそのためになるしかない。世の中の常識に傷つくのなら、君の代わりに僕が炎上してやるさ。いつだってそばで立ててやるよ。悪意からの飛来心。この若さ、しおれるまで繋いきれず、持て余す時間を買うこの夢を殺すだけだ。何に惹かれたの、僕は何に期待するの。僕もどこに見えというのか。昔は味方だ、感動のない眼差しで僕を見ていた。いつだって味方だ。僕はどっち側にいるの。ああ扱いにくい、その価値観だからきっと目が離せない。ポジティブポジティブポジティブ、君は君のままで。どんな理不尽だって今日できるさ。気配を消して支える重箱の隅をつつかれだって僕が絵図になってやる。平凡な日々を今約束しよう。ここにあるのは愛の飛来心。ありがとうございました。飛来心でした。あ、ラブが回ってる。ありがとう。ラブ&ピース。ラブ&ピース。わおわお。じゃあキュン歌います。キュンキュンキュンどうして、キュン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 どうして。 I just wanna love with you。 キュンキュンキュン切ない。 You know I can't stop loving you。サンデーなぜなんて、マンデー聞かないで、チューステーきっと理解できないだろう。ウェンスデー毎日、サンデー見かけて、フライデー思い続けてきたサタデー。もっと会いたいなんて不思議だ、きっと僕は声をかけられる。
電車の窓で鏡代わりに春の制服そっとチェックして、腕に巻いてた真っ黒なヘアゴムでポニーテールに髪を束ねた。君のその仕草に吠えちゃって、あっという間に虜になった。それ君がいい日本語一瞬でビリビリしたよ。何もなかったようにさりげなく遠い場所から見守ってよ。そんな思いさえ気づいていない、無限に君を抱きしめたくなった。電車の中紛れ込んできた星の蝶が肩に止まった時、君は両手でそっと捕まえて、開けた窓から逃がしてあげた。僕が言うことは何でもしよう、君のためなら何でもできる。はいはい、君のその仕草に燃えちゃって、あっという間に虜になった。それ君がいいほんの一瞬でビリビリしたよ。何もなかったようにさりげなく遠い場所から見守っていよ。そんな思いさえ気づいていない、余計に君を ありがとうございます。たくさんの、コールをいただいた気がします。多分ありがとう。あ、いっぱいここにラブが溜まってますね。ラブがたくさんありがとうございます。チュチュラチョ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 
トゥルトゥルトゥトゥル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 。何を 歌えばいいですか。もうカラオケいいですか。それか一旦カラオケ終わっていいですか。カラオケするときさ、あの Apple Music 見てるんですけど、どの曲がいいかなって、この曲でいい、あこのアプリでいいなって思ってもここに入ってないことがあるから、ってなるんです。だいたいねこのカラオケに入ってない曲を聴いてるんですよ私。本当に運がない。タラタラレタラタラタラタタラタラレレ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 タラタラレタチャラチャラチャタラタラレタタタラタラレタ。そうなんですよ、カラオケボックスだったら曲数がもっとあるじゃないですか。だからカラオケボックスの方が歌いやすい、マイクもあるし。なんかサビは知ってるけど全部歌いのやつとかもしかもあるからね、むずいんですよ。睨み助かるって何ですか。真っ白なノートの1ページに変えてみるんだ。今好きな人の、今嫌いな人の名前とその理由を、嫌いな人の何番目に、ででででで、でででで、で三番目も。踏切の向こうの君に向かって、ずっと言いたかったこの思いを、通り過ぎる電車に紛れ込んだって、僕は届くと信じている、好きになるってその衝動は、何億分の一くらいの奇跡だろう。タタ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 。サビいいよねこの歌。ロマンティック病って何やったっけ。ロマンティック病、ああ、ある壁面に巡り合い降りるんだけど気持ちは飛び込む、トゥルルトゥ、ふわりふわり舞い上がれ、
現実は忘れようみたいなやつか。ロマンティックイカ焼き、ロマンティック、ロマンティック、ロマンティックイカ焼き。HKT さんはもうこれでも買ってくらいキーが高いんでございますよ。だからね、歌うのちょっとためらっちまうんですよ。なんかその点ね、結構ねノイミーさんとかキーが合うんですよね。でも歌えるように練習してみるね、 HKT さん。思想のうろうさん、名前面白いね。ギフトありがとうございます。シュキピー、シュキなのシュキなのシュキシュキシュキピー、そばにいたいのはあなただけ、それな。シュキピーシュキピー、二人合わせて愛すら手の出来上がり、わがままじゃない、いいコプリングせずね。で昨日歌おうとしてたから今日歌ってもいいかなって思ってるんですけど、思ったんですけれども、迷惑、皆さんに迷惑をかけてしまわないかってちょっと思ったんですよ。この配信を見てる人がなんでこんなにシュキピを歌うの、もうそろそろいいよ、いい加減シュキピやめてよって、愛子ちゃんのシュキピはもういいよって迷惑をかけてしまうかもしれないので、それで離れていかれたらちょっと困るので、歌うか迷うんですよね。みんなは優しいから、あ、待って、洋服が見える。シキピ聞いたことないですか、私の。じゃあ録画録音現金でお願いします。拡散現金、拡散現金で。たくさん NG タイプのカラオケです。これはしかもちょっとね、振り切らないといけないんですよ。あーって、普段私は可愛い系、可愛い系のはみたいなキャラじゃないので、たまにこういう歌を歌うとね、もう HP が削られるんです。でも楽しいんですよ、それが、それがいいんですよ。
うんうんうん。じゃあうまく歌えるまでやります。さあ行かない、だって行っちゃったらもう帰ってこないかもしれないよね。あとちょっと一緒にいよう。量産型言わないで、私なりの可愛い妄想ずっと清めているんです。でしょ、入っちゃダメなのにあなたに乱されてるんだけど、あなたはドライなフルーツ、イカれてるのメルト中、アイスミルクちゃん、私少しのあなたでぐるぐる色が変わって、ゆっくねえ、好きなら好きなら好き好き好きに、そばにいたいのはあなただけ、それで好きみ好きみ、二人合わせて愛する手の出来上がり、わがままじゃないよ、いい子プリンセスで、こっち見て会いに来て言えない言いたい好き。なんであの子にいいねするの、言えないけれど見ちゃってます、もう見慣れた君の ID、 名前誕生日可愛すぎる、ちょっと待ってよ、このモデルちゃんちょっと知らない、いつフォローしたの、こんな人がタイプなの、私だってあ好きな服好きな色で狙い撃ちしたかったな。バーキューもう好きなの好きなの好き好き好きみ、本当は振り回したいよ、たまらんたまらんたまらんすぎる、純度も湿度も 100%、 お姫様として扱ってよ、旅何してる、電話して言いたい言いたいけど、おはよう、いや、もしもし今何してる、あー付き合いだもんね、分かった、好きって言ってくれたら切るのに、私の割に目が覚めずにこの胸で待ってたら意味がすように先に出し、言葉をかけて好きなの、シュキシュキシュキピ、なんでこんなに興味ないね、シュキピシュキピシュキシュキシュキピ、ライト球体ヘピーキュー、もうシュキなのシュキなのシュキシュキシュキピ、不安で今日も眠れない、ほらシュキピシュキピシュキシュキシュキピ、気づけば目覚まし始まる、自立シンデレラ、このままじゃ終わるな、何してる？どこにいる？電話出て、もうダメだよね、これ以上しつこく、あすごい、大丈夫ですか皆さん、耳耳大丈夫OK ですか でもちょっとタイミングミスったな、何箇所か何回か悔やまれる、対策済みですか？
ちょっと一旦確認しますね。大丈夫だったらよかったです。ちょっと完璧式ピをやりましょう。We are sweetie pie. We are sweetie pie. We are sweet. We are sweetie pie. シャー行かない。だって行っちゃったらもう帰ってこないかもしれないよね。あとちょっと一緒にいよう。量産型言わないで、私なりの可愛いをそうずっと極めているんです。キープアウトでしょ、入っちゃダメなのに、あなたに乱されてる。だけどあなたはドライなフルーツ。じゃあ私がしたらちょっとやばくない？大丈夫？そんなあなたに惹かれてるの、メール途中ダラダラリン、アイスミルクちゃん、私少しのあなたでぐるぐる色が変わってゆく。ファイバーワイパー、ファイバーワイパー。ちょっと本家が可愛すぎるな。ねえ、好きなの好きなの好き好き好きピ、染まりたいのはあなただけ。ねえ好きピー好きピー、二人合わせてアイスラテの出来上がり。どうぞ。いい子ぶりをせざれ、だからギューってしてよね。こっち来て会いに来て言えない大半。好き好き好き。なんかさ、あのさ、クリームシチューの上田さんでさあるよね、好きってやつ、あれになっちゃうんだけど、私がやったらあれになっちゃうんだけど大丈夫？いい子ラブちゃんです、あるよね。なんであの子にいいねするの、言えないけれど見ちゃってます。もう見慣れた君の ID、 名前誕生日可愛すぎる。可愛すぎる。ちょっと待てよ、このモデルちゃん、ちょっと知らない、いつフォローしたの、
ちょっとショックで、こんな人がタイプなの。ピピピピエン、私だってあ好きな服好きな色で狙い撃ちしたかったの。ワイパーワイパー、好きなの好きなの、振り回したいよ。マランタマランタマランすぎる、お姫様として扱ってよなに。何してる？電話して言えないだいけど重いのは、いやー、これ重いのはいやーを諦めないといけませんね。諦めて、もしもし今何してるを言わないといけないセリフ。もしもし今何してる、あー付き合いだもんね、わかった、好きって言ってくれたら切るのに。しきぴ講座です。ギフトありがとうね。お願い聞いてね、お願い聞いてね、もしも私とはにとはに目が覚めずに、このまま眠ってたら。ここら辺は結構しっとりの方がいい。君はキスより先、キスより先に、キスよりより先に優しい言葉をかけて、このままずっと魔法は解かないで。研究しますよ。屍声ずに、ずっと見てて、ここは可愛くていいんですよ。ずっと見てて、あーって発狂する。シャキナのシャキナのシャキシャキシャキピ、なんでこんなに興味ないねえ、シャキピシャキピシャキシャキシャキピ、何してる？どこにいる？電話出て！電話出て！ここはちょっとあの電話出てが結構あのきつい重たい言葉なので怒ったらダメですね。電話出てって言っちゃダメですね。何してる？ここは結構無邪気でいいんですよ。で、どこにいるは悲しそうでいいんですよ。で、電話出ては電話出て。もうダメだよね、これ以上しつこく、あービーアス、ビーアスイリファイ、はい、可愛さと嫉妬ともうすがるような気持ちで歌わないといけないってことが今研究結果分かりました。というわけで私は歌いません。
歌わんのかーい。じゃあ分かりました。ちょっと休憩して自分の中で四季日を歌えそうだなって、ちょっともう一回復習させてください。復習してその上で歌います。何してる？どこにいる？電話出て。ちょっと違う。夢取れ。何かの大会でも出るのかな。いいえ、出ません。ただ一人で手記日を練習してるだけです。もしも私とはに、四季日だけの大会あったら出よう。四季日愛好家。四季日排水シュキピ。私中国語をちょっと喋れるんですよ。聞いてください。この中に中国人の方はいませんか？あるフレーズを覚えたんです、中国語の。你好。明天也有美好的一天。明天也有美好的一天。我敲头。何だったっけ。もう忘れてしまった。とにかくこのフレーズだけ覚えました。明天也有美好的一天。これは明日もいい一日を過ごしてくださいっていう
明日いい一日を過ごしてくださいっていう中国語でした。ワンジャン、ワンジャンハオ、ワンジャンハオ、いい言葉でしょ。だから覚えたんです。私の名前は小島。我的名字是小岛爱子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 。我是小岛爱子が合ってんのかな。私は小島愛子です。我是偶像。私は、アイドルをしています。我是小岛爱子。我想明天也有美好的一天。私は小島愛子です。アイドルをしています。明日いい一日を過ごしてください。あいつ。あいつ。我是あいつ。これでもう中国はもういけますね。私のものです。小岛あいつ。じゃあちょっとアジアを制覇するので今から次韓国語喋ってみますね。오늘은 이미 밥 먹었나요? 안녕. 오늘은 이미 밥 먹었나요? 네. 뭐, 고한와 食べましたか?
なあ、あ、あじ、あんもごよ。なあ、あじ、あんもごよ。パッも、あ、パッ、あんもごよ。아직안먹었습니다오먹어먹어라밥먹어라今言ってる言葉は、今日はもうご飯食べましたか？まだまだご飯まだご飯食べてないです、で食べてないですって言ってる人がいたから、食べろって言いました。手バギだ。食べろ。意味が分からんと面白い講座。あ、意味が分かると、そうですよ。じゃあ命令しました、ご飯を食べてない韓国の方に、もごら食べろって。命令しちゃいました。ああ、でも韓国語は結構中国語に比べたら使いやすいんですよね。タイとかどうですかね。タイ、サワディーカー、サワディーカー、サバイディーマイクラブ、サバイディークラブ、ขอบคุณครับ。サワディーカイ、サワディーカイファ、おー、サワディー、なんて言ってた？サワディーマイハ、サワディー、サワディーマイハ。コープンカ、コ、コープンカ、コープンカ。これはありがとうだって。ขอโทษครับ。ขอโทษครับ。ไม่เป็นไรครับ。ไม่เป็นไร。ไม่เป็นไรครับ。うう、難しすぎる。タイ語難しいよ。これは難易度高い。ちょっと独特すぎるな。ムークムークボーラ
サワーリーマイクラブ。ムークラ、ムークラサバ、ムークラサバリマイクラ。むずっ。タイ語むずい。サワリマイ、サワリマイクラ。全然馴染みがない。なんかカタカナにしたらサワーディーマイクラップって書いてあるサワーディーマイクラップって書いてある難しい。むずいむずいむずむずすぎる。愛する手の出来上がり。でもクラップって書いてあるよ。クラップクラップって感じかな。サワーリーマイクラチャ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 サワーリーマイクラマイクラこんばんみょこんばんみょあー四季日を歌うか迷ってます今四季日を迷うか迷ってます。歌おうか迷ってます。ゾウさんギフトありがとうございます。アルレッキーノさん、ゴーさん、ハートフルさん、オトさん、イチさん、ギフトありがとう。日本語が一番難しい。そうなんだ。じゃあもう23時31分だからもう歌わなくてもいいっちゃいいんですよ。もうこの時間帯からしきぴさんをしきぴさんをわーー長時間プラス朝配信で48時間テレビの感覚になりました。いやだってこんなに配信するの珍しいもんね。そうですよね。てってってってじゃあ明日は普通にします。普通の配信します。ちょっと昨日今日長時間やりすぎたので明日は普通配信をします。パー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 パラパー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 。でも結構私のいろいろ最近喋りたい欲が解消された気がします。チュー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 チュ
いつでも喋りたくなったら聞くよ。いっぱい聞かせてくれてありがとう。どういたしまして、どういたしまして、いえいえこちらこそありがとうございました。ちょっとやっぱ喉痛いから今日はシキピやめとくね。と歌も歌いすぎたかも。明日は普通に夜配信します。カタカナのタカさん、ギフトありがとうございます。でもかなりカラオケ欲とおしゃべり欲が解消されました。わー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 、全然私の長時間配信はラジオ代わりにしてもらって大丈夫です。でももしよかったらラブタオルをください。ラブタオルを回してください。ラブタオルが参加費です。ラジオ代わりにしてくれていいとは言いましたが、でもコメントは嬉しいです。ギフトも嬉しいです。来月ね、ちょっとね、来月ちょっと頑張らないといけないことが待っているので、なんかそのための気合い入れみたいな感じでしたね、昨日と今日は。ところに私の探してた、私の探してたピン止めがありました。よかった。スキスキスふわふわふ、こんな気持ちいいメロメロディ、夢だけど夢じゃない。ファンクラブの内容は明日更新されると思うので、楽しい。明日、明日かは保証できません。明日明後日更新されると思いますので、楽しみにしててください。マイメロディちょっと計画立てないとな。計画立てて、ああ不安です。でも頑張りたいな。頑張ることの計画です。
もう更新されてるよ。え？ファンクラブ？見てみる。あ、本当だ。更新されてる。ブログは更新されてる。ブログは更新されてます。動画は明日かな？じゃあ。2つブログ、2つ記事書きました。結構たっぷり書いたので、見てみてください。BLT のこととジャズのことです。そう、めっちゃ写真載せた。あとね、あのフォトってあるじゃないですか、ムービー、ブログムービーフォト、そのフォトの部分も上がるので、それも来月2月1日からまたそのまま会員のままでいてください。写真もあげるので。ブログは1月に間に合いました。よかったです。こんばんは。わーいわーい。ゾウさん、ハートありがとう。キラキラありがとう。ウミガメさん、カックンワイプさん、ズーちゃん、カトカーのタカさん、ミキヤくん、モピラさん、カミ、ラブギフト、ありがとう。よろしくお願いします。あ、そういえば入浴剤とキャンドルが欲しいんだった。メモしとこ。スマイルで走り出そう、信じようもっと、ハッピーは自分で作れるものだって。頑張った今日も褒めてあげられるよね。ブログの使い分け大変そう。そうなんですよね。ファンクラブができたから、公式サイトのブログをどうしようかとか、なんかいろいろ考えます。サマーウォーズのセリフって何？入浴剤はね、入浴剤は自分の好きなのがあるので、それを買いたいのと、キャンドルがもう切れたので新しいやつ探したいですね。アロマキャンドルです。そうです。よー、だだだだ。じゃん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 、じゃれてつつつつつつつ。2月お話し会がいっぱいあるよね。4日と18と24、25、20、24、25はリアルか。
2月4日と18がオンラインか。こんばんは。オンライン2日、リアル2日。4日。24と25は同じ広島ね。あとスペイベもある。2月、花だれが17日にあって、あとバスツアーがありますね。今バスツアーどんな感じなんでしょうバスツアー、D ムーンさんハートありがとう。もう定員まで人数増えたかな。応募今日まで。あ、そうなんですか。めっちゃギリギリになったけど、バスツアーの応募まだの方はぜひお待ちしてます。ひげめがねさん神ギフトありがとう。バスツアーはグッズが出るので楽しみにしててください。こんばんは。カタカンタカさん、ピーナッツありがとう。しゅんちゃん神ギフトありがとう。隠れ家見てくれました。なんかさ、隠れ家さ、もうちょっとさ音質良くしたいところですよね。グレードアップしたい。ソロイベントは今聞いてます、どんな感じですかって。そしたら日程とかもろもろ確認中って言われました。まさきさんピーナッツありがとう。ねえ、どこでやるんでしょう、揃いで。高崎彩子のリーダー私ですか。違います。違います。でももしかしたら3月かもね。でも分かりません。私も分からないって言われてるか、分からないものは分からないの。I don't know。なんか眠たくなってきた。でもせっかくだから12時までやろう。藤増さんギフトありがとう。まさきさんギフトありがとう。あ、待って、充電がないかも。
ちらの携帯で失礼します。ただいま。たかさん、ゲットありがとう。1月はどうでしたか？皆さんどうでした？星の鼓動は愛さん、神ギフトありがとう。いっぱい神神神。あっという間に過ぎたよね。割と濃かった。おお、いいですね。大雪に埋もれてました。占い聞いて赤い布持ってたのにいいことなかった。本当に信じたんですか？おみかんさん、尊い。まさきさん、福は内、ありがとうございます。私は1月は結構楽しく過ごせたかなって思います。てかなんか結構ゆっくり過ごでも来月はちょっとさっきも言ったけど、と頑張るので、それがちょっと不安だけど、でも皆さんの応援がちょっと必要かもしれない。応援よろしくお願いします。皆さんにも関係が、ありますね。ジャズで生コジが見れたことが素敵なライブ、素敵なことでした。いいことだった。最大の幸せだった。2月になったら応援します。1月あともうちょっとだけど、1月のあと数分は応援してくれないんですか？応援頑張ります。ありがとうございます。最大の後悔はまだファンクラブに入ってないこと。それは後悔ですね。ぜひ2月からお願いします。ちょっと眠くなってきたかもしれない。でも1月、そうなんですよね。今日あんまり寝てないから、今やっと眠気がきました。寝顔が見れるかな。寝ません。皆さん昨日今日とたくさん配信したんですけど、見てくれてありがとうございました。明日はね、早くないですね。
最近なんか自分の出来事とか思ってることをバーって喋ったり、歌いたい曲を歌ったりすることが少なかったのでそれができて、皆さんもたくさん付き合ってくれてありがとうございました楽しかった。明日からはまあいつも通り配信します。明日からもだいだいさん、ラブギフトありがとうございます。出張中なのですごく嬉しいです。あ、本当ですか、よかったです、ありがとう。見てくれて、朝を見てくれる人が意外といっぱいいるんだなってちょっとびっくりでした。ラブをたくさん詰めました、ありがとうございます。今日は水曜日なので、明日木曜日で金曜日でお話し会ももうすぐそこなので、みんな頑張りましょう。のぶやでさん、ギフトありがとうございます。平日折り返しです、みんな頑張ったね、頑張りました。1月も頑張って過ごしました。楽しんで、2月も楽しんでください。体調気をつけようね。ね、インフル流行ってるんだ。インフルエンザでも予防接種受けたんですよね。それでもまあうつるときはうつるからね。お天気キャスター占いカラオケ配信ありがとう、ありがとう。今日の朝の占いは本当に適当なので信じないでください。今日も一日ありがとうございました。じゃあ時間なのでランキング読んで終わります。13位ヨッシーさん、12位ヒゲメガネさん、11位マサキさん、10位ケンケンさん、9位ケイチさん、8位ジャボテンさん、7位フミットさん、6位クジマスさん、5位ウミガメさん、4位ガントチャートさん、3位ヒロロさん、2位ハイキーさん、1位シロフクロウさん、ありがとうございました。おやすみ。みんなもゆっくり寝てね。あら、ギフトありがとう。フットサラーさん、ギフトありがとうございます。グッドナイト。来月も楽しい月にしてください。
りょうへいさんかわいい、ありがとう。じゃあね、それでは。眠いね私もちょっと眠いです